好きな自動車はスポーツカーと消防車とロードローラーだー、あいつは頭おかしいが、特急圧倒した化け物、俺の式神も瞬殺、おまけに呪力なしであの時の少な波の超スピード、おそらくこいつはマキさんの完成形だ。あれなんて言うんだっけ、フィジギフです。そうそう、フィジギフってなんて心読めてんだよ。人の心とか読めるんか。お前の考えてることなんて全部お見通しだ、息子だからな。息子、え、パパ、息子よ。お前はまだまだ貧弱貧弱、そんな眠っちまいそうな呪い動きでこのパパを倒せるか。置いてやる。いつかパパにも負けないゴリマッチョになって筋肉王になってやる。おう、パパを超えるか。じゃあこのフィジギフをお前に預ける。立派な筋肉王になってな。いや、なんで髪の毛、こんなんもらっても筋肉王なれんて。髪の毛を食え。フィジギフはそうやって譲渡され受け継がれてきた。オールマイトかよ。するとフィジギフは筋肉の負担が大きく、1日の活動限界は3時間程度が限界で、3時間経つとトゥルーフォームになってしまう。オールマイトかよ。よう、久しぶりって、なんでガキがここにいんだよ。なんでって、ああ、そういう意味ね。息子と遊園地に行くんだ。息子と遊園地だと。確かにこの陸間に映る情報はお前の息子で遊園地に向かっていると言っている。だが俺の魂がそれを否定してんだよ。お前みてえな戦闘狂のクズが息子と遊園地に行くわけねえだろ。戦闘狂のベジータだってトランクスを遊園地に連れて行ったろ。息子がハーバード大学に入学したんだ、ご褒美に遊園地ぐらい連れて行くのが父親としての最低限の責務だろ。その顔でハーバード大学、もう言っちゃ悪いけど息子さん、外でエアーガンがシャッターに落書き顔だろ。なんで学力フィジカルギフテッドしてんねん。このまま日本にいたら、直に息子の恵みは全員家に目をつけられる。それなら英語勉強して海外移住し、日本から離れて平和に暮らしてほしいだけさ。俺は今までクソみてえな人生だったからな。息子には普通に暮らしてほしいんだ。ナユタ育てる電磁感、もういいやつがすぎるわ。サマーピッチファッキュー。ほら、今聞いたか、小一で英語ペラペラだぞ。もうほんと自慢の息子すぎる。マザファッカー。断言できる、海外行っても 100% 平和に暮らせない。ドーギャンドーンファッカー。全員がお手上げするレベルで口悪い。伏黒恵美くんだよね。うん、あんた誰っていうか、何その顔。いや、そっくりだなと。犬が、筋肉が。音柱のペットにムキムキネズミっていたろ、その系統だよ。いや、なんて言うんだろうな、君のお父さんはさ、そのワンコと同じように筋肉がムキムキだったんだよね。フィジカルイヌテッドっていうのかな、フィジカルギフドックっていうのかな、まあ、とにかくそのワンコのフィジカルがね、お父さんにそっくりなんだよ。まあいいや、お父さんのこと知りたくなったらいつでも聞いて。そこそこ面白いと思うよ。そんじゃ本題、君はどうしたい、全員機行きたい。そこに行けば我々は幸せになれるのか、高級なドッグフードは食えるのか。いや、あの、僕はめぐみくんに聞いてるんだけど。黙れこそ、真っ赤な旦那に。ご覧の通り、主導権を握られています。主人を動かす犬、略して主導権ってな。犬のワン、犬のワン。主人の権を犬に握らせるな。めぐみくんを解き放て、その子はまだ子供だぞ。黙れこそ。お前にめぐみんの不幸が癒せるのか。全員家の落ちこぼれが投げて起こした赤子がめぐみんだ。全員にもなれず、善人にもなれきれぬ哀れで醜いクソガキだ。お前にめぐみんを救えるか。わからぬ、だが共に生きることはできる。共に生きるだと、青少体の女はどうなった。僕がしくじって死んだ。めぐみんのパパはどうだった。僕が殺した。お前の親友はどうするつもりだ。僕が殺す予定。もしもめぐみんが宿儺に体を乗っ取られたらどうするつもりだ。僕が倒しに行くかな。共に生きるとかよく言えたな。本能のまま戦い続ける殺戮人形、その気はすでに強者へと向かう。お願い強者、めっちゃやりたい。お願い強者、めっちゃやりたい。バカ者いじめて楽しいか、楽しいか。あ、聞いた。なんだよ、もう箱かよ。一生、なんで来るんだよ。強者へと向かう体になっちまったんでな、ゴジョジョのところへ向かうのが筋じゃあないか。だから開門しろ、ゴジョジョを出せ。せっかく封印したのに開門するなんてあんまりだ。関係ない、開けろ。いや、落ち着け、冷静に考えてみろ。ここで五条悟を解き放ったらお前だってまた殺されるぞ。今はの際だぞ。スクナとか他にも強者いるんだし、そっちと戦えよ。俺を殺していいのは本物の術師五条悟だけだ。そうかステイン。ちなみにそのスクナってやつはどんなやつなんだ。お前の息子めぐみをたぶらかそうとしてるやつだよ。どうにぶっ殺してやる。これで10本目だ、起きろスクナ。スクナ、吐くな。おいハゲ、お前か、俺に変なもん食わせだの。いや、わしはお前さんの指しか食わせとらんが、変なもん食わせたのは先にいた JK たちじゃねえ。五条悟にもハゲ言われたけど、なんでわしの第一印象ハゲなん。単眼でもなく富士山でもなく、なんでハゲだ。なことどうだっていいから、へきり金星で何食わせたのか、その JK たちに聞いてこ。すまら、少なに何を食わせた。言わない。シャバオル様がいつも食べていたおにぎりを食わせたなんて口が裂けても言わない。口が発泡スチロールのように軽くて助かった。おにぎりの具はなんだ。植物を処理した雑巾だってさ。具は気前らしいでもの。ぐどうした、スクナさん。スクナさん、大丈夫ですか。あー、指全部開いてすっきりした。戻っちゃってる。
鮭、おかか、ツナマヨ、昆布、スジコ、土砂物を処理した雑巾、高菜、明太子、イクラ、土砂物を処理した雑巾。特供物を具に加えるな！貴様、スクナだな。ぶっ殺してやる！本当今さっきまでスクナだったんですけど、指全部入っちゃって普通に戻ったと言いますか。なんだ貴様、恵みをたぶらかそうとしているスクナじゃないのか？恵みをたぶらかす伏黒のことですか？伏黒？今、伏黒と言ったよな。あ、はい。友達の伏黒恵みがどうかしましたか？なんだよ！もう！友達かよ！急にうるさ。俺は今、猛烈に感動している！全員じゃなく、友達もいるんだろ？俺の望む世界が今、目の前にある！最高に、はーいってやつだ！カラオケに現着して歌でも一つ歌いたいようないい気分だ！うぅー！薬とか決めてます。カラオケに行く前に病院に行った方がいいかと。8時だよ、全員集合！なんだよ、もう挟まったよ！急にきっしょいやつ現着したからとっさに領域の通り抜けフープを閉じた。ブサイクもいいとこだ。だが今はこれでいい。この領域内に入りたかったら15年分のお年玉よこせ。パパちゃんと全員家の腐った心を受け継いでいるじゃないか。人の心とかないんか。お年玉くれないパパなんて首くくって死んだらええねん。早よこせ、カス。俺の銀行に300円ある。好きにしろ。ちょっと早いけど、マーコラ特殊召喚していいっすか？貯金は最高にないってやつだ！うえぇじゃ、マキさん、その言うんで引っ叩いてくれ。強みに。てか当時、これはどういうことだ？なぜお前がここにいるんだ！なぜって、ああ、そういう意味ね。五条悟は俺が殺したかった。まあ勝負はこれからだろ。そうか、そうだな。そうかもな！なんだよ！もう！またかよ！歴代徳佐の影棒術師の中で、マコーラを重複できた者は一人もいない。のではなく、死んでも重複しようとした者が一人もいなかった。死んで重複するのと死んでも重複するは全然違うからね。何でも適用しちまうならよ、指切り落としてガコン、皮を剥いでガコン、火炙りしてガコン、重複したくなるほど痛めつけて適用され続ければいい。適用の永久期間が完成しちまったな。ノーベル賞は俺もんだぜ。まずは尿道に線香を入れて、その後ボッキボキによる、しょんべんするとき痛いぞ。ボッキするときもな。ボッキの頃授業中に心のノートで抱き出して道徳の成績マイナス持てないと釣り合わんまこ、死骸めちゃめちゃ楽しいかまこ、楽しいかまこ。お前だって召喚した瞬間に俺をぶん殴って仮死状態にしただろ。若者いじめて楽しかったか、楽しかったか。あれはその仕方なかったってやつまこ、超ドキドキとはそういうしきたりなんだまこ。そうか、仕方なかったか。そりゃ仕方ないよな。だったらわかるだろ、お前と同じだよ。仕方なかったってやつだ。最後に言い残す言葉あるか。重複してください、マコ。よろしい。フルベゆらゆら、ヤツカの剣異界新章、マコ。どけ、俺はお父ちゃんだぞ。全力でお父ちゃんを遂行する。フルベムダ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 ムこのまま今起こったことを話すのか。何かされたらまた適応すればいいと思っていたが、いつの間にか頭にあったガコンがなくなっていたのか。何を言っているのかわからねえと思うが、あたちも何をされたのかわからなかったのか。催眠術だとか超スピードだとかそんなチャチなもん。じゃあ断じてねえのか。もっと恐ろしいものの変味を味わったのか。さすがトディオ、俺たちにできないことを平然とやってのける。そこに痺れる、憧れる。ジョジョ適応していない方大丈夫？息してる？いや、久しぶりパパ。なんで、なんでお前がここにいる？なんでって、そういう意味ね。親父狩り。早めの反抗期だよ、親父殿。なんだよ、もう反抗期かよ。ジークパパに問う。俺の名前をつけたのは誰だ？あんたか。めぐみとつけたのは俺だが。そうか。じゃあ死ね。俺にめぐみなんて名前つきやがって。めぐみは女の名前だろ、性別わかりにくいんだよ。男らしい名前にしてくれよ。めぐみじゃなくめぐるとかさ、バチラみたいにめぐるがよかったよ、と俺の中の怪物が言ってる。すでにめぐるっとるやんけ。絶対絶命ってやつはビビる局面じゃない。ワクワクするとこ潰すなら一番強いフジギルパパっしょ。フジギルパパっしょ。フジギルの毒は国戦の毒だ。国戦連続で撃つのやめてくんね。もう才能に恵まれすぎ、恵みだけに。お前、術式は甘いブドウ、酸っぱいブドウに変える術式。フリーレンしか欲しがらん術式。ひどいな。人の心とかないんか。甘ギフだかフィジギフだか知らんが、呪術も使えねえ、ドブカスより才能があるだけ幾分マシやろ。呪術も使えねえ、お前みたいな猿は首くくって死んだらええねん。口の悪さ、プルスルトラしてるな。お前、名前は全員恵み。全員恵み、
めぐみ？まさか俺の息子じゃないか。なんだ、めぐみなんてオスかメスか分かりづらい名前つけたドブカスパパか。とりあえず足でも追っといて。なんだよ、もう全員かよ。君の父さんはさ、全員家っていういいとこの術師の家系なんだけど、僕が低レベルの6でなしでお家出てって君を作ったってわけ。つまりめぐみくんはさ、君のお父さんが全員家に対して取っておいた最高のカードだったんだよ。ムカつくでしょ。で、その父さんなんだけど、僕がどうしたんやろ。人の心とかないんか。まあ別にあいつがどこで何してようが構わへん。あんな出来の悪い親父なんか生きる価値ないからな。首くくって死んだらええねん。君、本当に小一？まあいいや、お父さんのこと知りたくなったらいつでも聞いて。そこそこ面白いと思うよ。そんじゃあ本題、君はどうしたい？全員家行きたい？そこ行って僕と積み木は幸せになれるんか？ない、 100% ない。それは断言できる。 100% ないならしゃあないな。ほなええわ、僕が全員家全員殺したるわ。え？要するに僕が全員家の当主になればんやろ。僕を立てられへん全員家は死んでもらおう思て、その前に一筆書いてくれると助かるねんけどな。ある、もう 100% ある。断言できる。全員家の素質 100% ある。たしまいざこうとがりあうとしごましがねをくしろよくろうとるねんちゃマイクはジャンスキー。今はただ歯磨きに感謝を。